を司る神コスモス、混沌を司る神カオス、戦いを運命づけられた二柱の神、その調和と混沌の力は決して混ざり合うことなく、世界は果てしなく続く闘争のための舞台となり、安定と崩壊の狭間を漂い続けていた。終わりなき戦いが刻まれていく世界、物語もまたその中で終わることなく繰り返されていた。しかし、やるしかなければやるだけだ。蹴散らせ、その身に刻め、終わりだと。出直してこい。やるしかなければやるだけだ。
てこい。よし、始めよう。はっ、グレイさん、射程はっ、シガ、打ち下ろして、シガ、はっはっ、グレイさん、射程を拳を闇を切り裂いて、すべてふっ、シガ、打ち下ろして、シガ、ふっ、はっ、打ち下ろして、シガ、はっ、それ、はっ、リフリオン、いや、押せない、それ、はっ、いや、押せない、ふっ、は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 っ、導きの光、押せない、ふっ、シガ、打ち下ろして、シガ、ふっ、ああ、はっ、はっ、シガ、ふっ、手伝ってあげる、痛いわよ、シガ、打ち下ろして、ふっ、えい、ごめん、闇を切り裂いて、決めて、ふっ、イクリート、射程の拳を、シガ、はっ、いや、おしまい、リフリート、灼熱の拳を、はっ、はっ、はっ、シガ、打ち下ろして、エイザ、ごめん、エイザ、ごめん、闇を切り裂いて、決めて、ふっ、バルファーネ、引き放って、ふっ、シガ、打ち下ろして、シガ、やっ、おしまい、はっ、エイ、お願い、凍りつかせて、やっ、お願い、氷をつかせて、シガ、手伝ってあげる、打ち下ろして、ふっ、それ、導きの光、いやー、自信、なくなっちゃった。世界の存亡をかけた神々による混沌と調和の争い、その中に戦士として集められた者たちがいた。世界を構成する石とかけ離れた異質な存在、神によって外の異世界より召喚された彼らは、戦士として神に仕え、戦うことを余儀なくされていた。わずかに残る己の記憶を頼りに、戦いを終わらせるため、元の世界へ帰るため、彼らは、戦い続ける。しかしそれが終わりなき戦いであり、力尽き息絶えるまで続く運命の螺旋であることは、
彼らは知る由もなかった。なあティファ、もうみんなコスモスのとこについてる頃じゃないか。そうかもね。バン、疲れた？そりゃ疲れるだろう。ラグナが言ってた道、どう考えても遠回りだった。絶対合ってると思ったんだけどな。違ってたな。違ってたよ。でもコスモスのところまであと少しですよね。この辺り見覚えあります。でしょ？ほら見ろ、ユーナちゃんの言う通り、遠回りしたってちゃんと目的地に着くんだから文句言わないの。ユーナ、本当はムカついてるってちゃんと言ってやった方がいいんだぞ。そういつまでも拗ねるな、ライトニング。誰が拗ねている？ラグナの先導がなければ俺たちはまだ迷ったままだっただろう。案内が半分以上嘘だったとしても動いたからこそここまで来れたと思えば。分かっている。もうそれ以上はいい。カイン。ん？どうしてコスモスは改めて私たちを呼んだんだろうな。さあな。私はこの戦いに勝とうと思っている。勝てば全ての記憶が取り戻せて元の世界にも帰れる。みんなと同じように私もそう信じている。でもこの世界でしばらく過ごしてきて、この戦いの終わりが本当に元の世界へ帰ることにつながるのか。勝利が何の意味もないものだったとしたら、そんな風に考えることがあるんだ。おや、ライトニングさんの意外に弱気の目を見ちゃったな。ほら、みんなもう行こうって歩き出してるぜ。今度はあんたが先導するんだろ。俺にまた任せる？それだけはない。大丈夫だって、なんとかなる。何があったって命さえ落とさなきゃ。絶対にさ。散々道に迷ってきたラグナの言う言葉だ。信じるに値するだろう、カイン。さあ行くぞ。安心しろ、戦いは簡単には終わらん。あ、そうだな。Thank you.
着いたな。きっとみんな待ってます。行きましょう。ほんと長かったよな。それでお互いの絆がより深まればいいだろ。無駄に喧嘩にならなきゃいいけど。行くぞ。混沌の神カオスを倒し、戦いを終わらせてください。混沌の神カオスと戦うため、私たちは調和の神コスモスから力を与えられた。コスモスの力、それは使うことのできない神の力、私たちの中でまだ眠っている。この力は戦いを経ることで私たちの意志に馴染み、やがてクリスタルに形を変えるのだという。クリスタルを得ることで私たちコスモスの戦士は神の力を手に入れることができる。カオスの戦士たちと戦い、クリスタルを得て混沌の神カオスへと挑む。その思いを胸に、私たちは皆再び戦場へと戻っていった。しかし、そんな私たちを待ち受けていたのは、思わぬ新たな敵の出現だった。倒すだけだ。
Thank you.
刃、受けてみよう。トントン、やってやるぜ。調子悪かったのか？